プレゼントしたいなと思っておりまして、ぜひここで阿波踊り教室と銘打ちまして皆さんと一緒に踊ってまいりたいなというふうに思っております。でまず踊り子さんたちに見本を見せていただきますので、ちょっと真ん中を踊り子さんには開けていただいてですね、はいはい、阿波踊りはですね、手を挙げて足を運べば阿波踊りという言葉がございまして、ぜひですね、今日は阿波踊りの中でもですね、男踊りというものを皆さんと一緒にやっていきたいなというふうに思っております。でぜひ皆さんも一緒にですねやっていただきたいなと思うんですけども、まずはですね、肩幅に足を開きまして両手を上に上げます。そして中腰の姿勢になりまして、右足が出るときに手が上から右ですね、右手が上から出ます。で戻します。で今度左足が出るときは左手が上から出ます。戻します。で、1212のリズムでですね、踊ってまいりたいなと思っております。でまずですね、踊り子さんがちょっと見せますので、一緒にまずは練習してみましょう。でちょっとね、鳴り物も鳴らしてまいります。ぜひ皆さん一緒にやってみてください。ではまいります。あやっとさ、簡単ですね、簡単ですよねぜひですね、では皆さんと一緒に踊りたいなと思います。この会場をですね、ぐるっと円を大きく作りまして時計回りで、踊ってまいりたいなと思いますので、ぜひ皆さん中の方へお越しいただいて一緒に踊ってまいりたいと思います。では踊り子さんたち、ぜひお客様を中に呼び入れていただいて一緒に踊りたいなと思います。もうせっかくなんでね、しかもこの新宿のど真ん中で阿波踊りができる経験はなかなかないかなというふうに思いますので、ぜひぜひ皆様お願いします。もう音はね、どんどん鳴らしていきますので一緒に踊ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。
アホに見るアホといって、同じあのアホなら踊らにゃ損損というね、言葉がありますけども、見ていてね、皆さんにもぜひ踊っていただきたいなというふうに、思います。ね、阿波踊りちょっと簡単な、踊りなので、これから皆さんに少し踊り方をお教えしますので、一緒にこの輪の中に入っていただいて、踊っていただけたらいいなと思います。で、阿波踊りはですね、2拍子ですね、1、2、1、2のリズムで踊ります。そこにね、手をつけて右手が出た時に右足が出す、で下げていただいて左手が出た時に左足も出す、ね、でこれの繰り返しでとても簡単な踊りです。それをですね、リズムに合わせて、やっていきます。それからですね、掛け声があります。時々ね、踊ってる人がやっとさーっつったら、あ、やっとさー、あ、やっとやっとって言ったら、やっとやっと、ちょっとやってみますね。あ、やっとさー、はい、あやっとさ、はい、あやっとさ、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 はい、やっとやっと、はい、やっとやっと、こんな感じでね、掛け声も出していただけるとより楽しく踊れるというふうに思います。踊りたい方ぜひ中へいただいて、ちょっとレインが踊りますので、それを見ながらですね、入りたい方はどんどん入っていただければと思います。はい、じゃあちょっと、はい、輪になって踊りたい、とりあえずじゃあちょっとレインで踊りの様子をやってみたいと思います。はい、はい、手を挙げていただいて、やっとさあ、やっとやっと、はい、右左、はい、簡単な踊りです。はい、左、はい、皆さんどうぞ輪の中にご自由にお入りください。
ですからね、元気出して頑張っていってください。最高ですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.